い、じゃあ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は多分皆さんもレシピ言ってると思うんですけれども、枝豆のハンバーグとブロッコリーとパプリカのサラダを作ります。枝豆もね、今とっても美味しい時期なので、今日はちょっと茹でて食べるんじゃなくて、ね、ハンバーグに入れて可愛らしい、彩り可愛い感じのものをつけたいと思います。まずブロッコリーは皆さん茹でてないと思うので、茹でておいてくださった方はいいんですけど、茹でてない方はまずブロッコリーを茹でるお湯をかけてしまってください。その間に枝豆なんですけど、こういう状態に、人によるんだけど、ね、普通は沸騰してっていう人が多いんだけど、はい、うちは、実は水から茹でていて、ちょっと変わった多分茹で方だと思うんだけど、はい、こうまず先っぽをちゃんとここ切って、で、いっぱいある方はお尻も切っていただけるともっといいんですけど、これに、はい、結構多めのお塩をつけてギュッ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 と揉んで、はい、で10分ぐらい置いてお塩をなじませます、枝豆に。はい、でそしたらもうそのお塩がついたままでいいので、お鍋に入れてお水をひたひたぐらいまで入れて、でそこから火にかけて沸騰したら、弱火に落として、はい、ふつ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 ってするぐらいの火に落として5分茹でて、はい、で5分茹でたらちょっと1個食べてみて、ちょっとまだもうちょっと火入れてもいいかなっていうぐらいのところでお湯からあげちゃいます、はい、で、なるほど。あとはちょっと広げて冷ますと余熱でしっかり火が入るので、茹でてるお鍋から取った時にもう十分っていうところまで火が入っちゃってると、冷めた時に余熱で火が通りすぎて枝豆が柔らかくなりすぎちゃうのでね、ちょっと硬いなっていうところであげると、なんで水からかっていうと、さやから出して食べるお豆は、実は水から茹でると、こう、じっくり、こう、でんぷんが、なんていうのかな、こう、変化していって、甘みが増すんですね。なので、私は、やってます。ただ、それだとね、ちょっと時間かかるので、ちょっとゆっくり方は、さっきみたいに塩もみして、10分ぐらい経ったら、お湯を沸かしておいて、熱湯の中に入れても、2、3分。で、うんうん、出すっていう、あんまり薄くて水からの方が澱粉がいいっていうのは、なるほど、じゃがいもとかもそうしていますよね、なるほど、そう甘くなるんです、うん、すいません、ありがとうございます、ね、はい、いやいや、こんな感じで、これ今ちょうど 50g なんですけど、ちょっと茶色くなっちゃうの で、はい、で玉ねぎを中心も大事なので、私もね、美味しいですよね。このなんかハンバーグってやっぱりよく混ぜた方が肉が なんていうのかな、いいんですか、うん、馴染むんですか、うん、馴染んでいいって言います、はい、あれですね、美味しくなるって言いますね、うん、なんかね、とろとろな感じになりますよね、とろとろになって、餃子もそうですね、はい、その間に、はい、パプリカのドレッシング振ります、これね、楽しみ、なんか可愛い、美味しそう、そのまま食べて、そのまま食べて、うん、はい、先生、もう一回ご先生のお皿見せてもらって、美味しいです、こんな感じで、美味しいです、ご主人、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ食べてんのかな、森家、ちょっと待って、森家、じゃあ皆さんね、本当せっかくなんで、もう一回森家、森家のご主人、いつものあれお願いしていいですか、あれないとね、美味しい、うん、いっぱい出てきた、キス、ハート、いっぱい出てきた、リアクションいいな、森。今日はこちらで失礼します。さようなら。ありがとうございました。